カツです。ヒポさんいらっしゃい。チゲットありがとう。ママー、ニコメさんいらっしゃい。磯の木にはイジルがあったです。成長したカツオだった。サンコメさんいらっしゃい。おかつスラさんいらっしゃい。おかりたすけさんいらっしゃい。マキオンコかもしれん。のりさんいらっしゃい。あこつ七コメさんいらっしゃい。おかずです。かえでさんいらっしゃい。あこぷーなのりとぺさんいらっしゃい。おこさはフェアさんいらっしゃい。あこずです。発狂バーガーさんいらっしゃい。あこつシュシルさんいらっしゃい。そうね、サザエはつぼ焼きに限るかな。でも大人の味ですよね、あれね。香港とこ苦いのな。もしや日曜にじゃんけんに勝てというメッセージ、深いなぁ。あこさん、15個目さんいらっしゃい。あこつ16個目さんいらっしゃい。あこランプス6個さんいらっしゃい。あこプーナーゴーストさんいらっしゃい。おプーナ先輩が伝染している。え、サザエ食べたことない？そっか。あのこう串をさ、ブリッと刺してこうグリグリグリプルンって取れるのやったことない？え、ここ食うの？みたいな、あれが面白いのに。あ、俺もないですか？そっか。まあサザエなんてね、一緒のうちで食べなくても全然いい。言い過ぎ。別に食べんでもいい回だもんな、サザエとか。アワビはね、美味しいから。擬音のみ。あー、サザエ飯ね。だから、やっぱり、海側のとこじゃないと食べないですかね。サザエとかね、サザエご飯とか。あー、つぶ貝でならブリュンってやった？あこつ、マスオはサザエを食った。まさきさんいらっしゃい。あこロックさんいらっしゃい。変なカードだね、こりゃ。そんだけも言っちゃう。調べる。やっぱり鍵がかかってるな。あれ？でもこの鍵なんか簡単に開きそう。こんな時テレビだと硬いカードなんか使ってカチッて開けちゃうんだけど、どこか落ちてないかな、カード。あ、そうだ、このサザエのカード、これを使えば開けられるかも、ドアの鍵。いやー、前からうすうす気がついていたけど、やっぱり私って天才だよね。じゃ、失礼して。こっち開いた。よーし、じゃ行ってみよう。なるほどくんなんて待ってられないもん。脱出したのか。あ、終わった。終わりました。じゃんじゃんじゃらららにゃんにゃん。じゃあこつ、ダメガネさんいらっしゃい。あこつゼノスさんいらっしゃい。じゃあちょこっとだけ、裁判パートやって今日は終わろうか。この枠いっぱいしてしようかな。3月22日午前9時47分。神谷キリオが？ええ、まさか彼女にそんなことできるわけがない。今日の法廷ではあなたに不利な証拠がザクザク提出されますね。ザクザク。誰かがあなたに罪を着せようとしているのは間違いない。お願いしますよ弁護士さん。昨日も言いましたけど、春風のように爽やかなあいつですからね、僕。スキャンダルだけは絶対に避けなくちゃいけないんですよ。わかりました。さあ、そろそろ時間ね。千尋さん、今日中に必ず無罪判決を勝ち取りましょう。わかっています。これ以上迷いちゃんに辛い思いをさせられません。それに晴美ちゃんにも、何が何でも今日中にねじ伏せてみせます。一発って言ってたよね、確か。あくずですよ。ロクちゃんいらっしゃい。なんかね、シンゴね、怪しいね。そうね、それで行きましょう。あいつだ。こちら、なるほど。おはようございます。今日はいよいよ本番ですね。あ、千尋さんが。
ま、まよいちゃんは、まよいちゃんは無事だろうな。さあ、今朝覗いてみたのですが、ぐったりしていましたよ。大丈夫、人はそう簡単には死にません。それより今日の勝負、それだけを考えることです。くそ、私としてもあなたにはぜひ勝ってもらわなければなりません。そこで今朝あなたに一つプレゼントを用意しました。プレゼント？何のことだ一体？法廷が始まればわかるでしょう。嫌でも心よく受け取って、そして勝ってください。ちょっと待て、誘拐犯が僕にプレゼントだと？弁護士さん、今のは？ああ、別に、あなたには全然関係ありませんから。嘘っぽいな。同日午前10時、地方裁判所第3法廷。これより大トロシンゴの法廷を開廷します。裁判長久しぶり。検察側、弁護側とも準備の方はよろしいですか？弁護側、準備完了しております。こら、弁護人、彼の件じゃどうしたんですか？知りませんよ。なんで僕に怒るんだよ。裁判長殿、静かになさい係官、開廷中ですぞ。要件は手短にお願いします。何ですかな？検事が、カルマ検事が今朝何者かに狙撃されました。何ですって？狙撃だって？これプレゼントって？あー、めいちゃんかわいそう。どうやらこれがあの男が言ってたプレゼントというわけね。プレゼント？カルマ検事は今この国で最も優秀な検事よ。その検事を消した。これであなたは有利になったということ。そんなまさかそんなバカな。カルマ検事は、彼女の命は？私に聞かれても。命に別状はない。カルマ名誉は生きている。そうですか、ほっとしました。あなたはやはり来たか。なんでそこに出てるの？裁判長、カルマ名は都合により出廷できない。代理で出廷した検事ミツルギレイジ被告みっちゃん立つとこ違うかな。じゃなさい、いらっしゃい。証言する気まんまねえ。検察側の準備は無論完了している。有罪。カルマ検事は右の肩に銃弾を受け、現在手術中だ。幸い私はこの事件の全てのデータに目を通している。私なりのやり方で大トロ信号の罪を立証しよう。ちょっとやっぱ違いますね、1の時と。わかりました。なるほど。この1年の旅で私がたどり着いた答え、この事件が終了した時、君もそれを知るだろう。それでは最初の証人、糸のこぎり刑事を入廷させていただこう。証人、名前と職業。名前は糸のこぎり圭介っす。とりあえず今は所轄署の刑事っす。とりあえず？この法廷が終了したら辞表を提出するっす。糸の子刑事、しょぼくれた証人は必要ない。顔を上げたまえ、糸の子切刑事。早速証言をしてもらおう。この事件のポイントを押さえたい。まずはそこからお願いする。覚悟なさい、なるほど君。厳しい戦いになるわ。ええ、何しろ相手があいつですからね。たどり着いた答え、面白い。見せてもらおうか、その答えとやらを。
事件のポイント、カモメさんいらっしゃい、ボンタさんいらっしゃい。事件はヒーローオブヒーロー受賞式の後、発生したっす。うん、被害者の藤見の遺産は控え室で死体で見つかったっす。死因の特定に時間がかかったっすが、他殺なのは間違いないっす。当初カラーの、空のギターケースが不審な点と考えられていたっす。その後ギターケースは事件とは関係ないことが分かったっす。うん、結局ギター見つかってないんですよね、確か。ふむ。授賞式が終わった後、被害者は一人で控え室に。は、被告人被害者ともそれぞれ自分の控え室に一人だったっす。そうですか。では弁護人お願いします。一応でも、キリオちゃんの話だと、大トロとキリオはご飯食べてたよね、あそこで。バカ！授賞式の前後、その時間の関係は？そうっすね。授賞式が始まったのが、午後6時っす。ちょっとなっちゃんいいかな。ちょっと夏目抱っこしてるから。実はね。ちょっといいメモ取りたい。サラさんいらっしゃい。授賞式が始まったのが6時。あ、授賞式が、終わる前に食事をしてたのか。6時ですね。今日は少し寒い。終了したのが8時頃で、そこで休憩に入ったっす。8時に終了ですね。30分後、ロビーで受賞記念のショーが始まるはずだったっす。8時半にショーが始まる予定だったのね。そこで死体が発見されたというわけですか。事件はその休憩時間の間に起こったということだ。ふむ、続けてください。控え室で死体が見つかった。死体を発見したのはキリオさんでしたね。そうっす。どなたですか、キリオさんというのは。被告人大トロシンゴのマネージャーで美人っす。美人、はあ、女の方ですか。彼女ショーが始まる時間になったので、大トロを呼びに来たっす。そのついでに、被害者の控え室も覗いたっす。なるほど。そこで死体を発見したわけですか。死因の特定に時間がかかったが、他殺なのは間違いない。バカ！うん、キリタンが犯人かもっていう感じ。死因って胸に刺さっていたナイフじゃないんですか。そう考えるのが素人の浅はかさってやつっす。現場写真をよく見てほしいっす。プロが注目するのはこのマフラーっす。マフラーっすですか。首にぐるぐる巻きになってる布切れのことっす。ああ、はいはい、襟巻きね。じゃあナイフは。被害者の死後、念を入れて刺されたというところでは考察か。被害者の死後念を入れて刺されたらしいっす。はあ、用心深い犯人ですね。結局マフラーで考察後ナイフで刺されたんだ。うん。当初空のギターケースが、不審な点と考えられていた。バカ！どうしてですか。いや、だって枯らすから。忍者なんじゃ真っ赤なギターがトレードマークだったっす。それが現場から発見されなかったっす。あ、こういうのはどうですか。ファンの一人がギター欲しさに犯行に及んだ。どうです。我々もそれは考えたっす。しかしギターケースには被害者の指紋しか、残されていなかったっす。
被害者の指紋だけ。うん、ふむ、そうですか。ちょっと残念ですな。なんでや。あー、で、蓋の部分だけ水で濡れていた。っていうことは拭いたって可能性もあるよね。で、結局その後また指紋つけて、その後ギターケースは事件とは関係ないことが分かった。関係ないという根拠は、あの夜現場のホテルバンドにギターは存在しなかったっす。どういうことですか？真っ赤なギターは結局テレビ局のスタジオにあったっす。被害者の藤見の遺産はケースだけ持ってきてたっす。中身を入れ忘れたということですか？そうっす。授賞式のステージでもギターは持っていなかったっす。ギターケースは最初から空だったわけですか？もしかしてさ、衣装をあの中に隠してるとか。いや結局処分するか。隠したのであれば、もしね、自分に都合が悪いものだったとしたら。ラクタさん、いらっしゃい。その通りす。事件に関係しようがないっす。ふむ。そんなところで十分だろう。被害者はまずマフラーで首を絞められた。そして絶命した後、犯人は念を入れてナイフを刺した。ふむ。それでは次に進もう。警察がなぜ大トロ信号を逮捕したか。その根拠についてだ。ついに来たか。では証人、証言をお願いします。大トロを逮捕した理由。大トロと被害者の藤見の遺産はライバルの関係だったっす。まあそうだね。ギターケースに入れて持ち歩く必要もないか。互いの存在が邪魔だった。それが動機っす。そして証拠、まず忍者なんじゃのボタンがあるっす。衣装からちぎれたボタンが大トロの袴から発見されたっす。さらに凶器のナイフには被告の指紋がはっきり残っていたっす。これってさ、一緒に食事してたからナイフあれじゃないのかな。被告はナイフを買って準備していた。これは計画殺人っす。キリオちゃんとシンゴは、ねえ、授賞式の前一緒に食事をしていたって話だったから。ふむ、凶器のナイフに被告人の指紋が。ベトベトになるほど指紋まみれだったっす。被害者の血痕と、大トロの指紋が付着。坂東と、からに、えに刻印されている。いや、夏目がね、私とマイクの間のこの狭いところをシャーって飛んでいくので、私の顎がけあの毛まみれになるっていうね。じゃあやめて、そういうアトラクション。めっちゃ嫌がらせ。そしてこのボタンス、それが被告人の衣装から発見されたわけですね。ふむ、これもまた血で汚れていますか？その血痕は被害者のものであることが分かったっす。衣装からむしり取られた忍者なんじゃのボタン。大トロ信号じゃなくて、イサオさんの血痕が付着したんですね。被告の袴に挟まっていた。これはもう決定的ですね。まさにその通り。いかがかな、弁護人。ふっふん、穴だらけですね。強がりは結構、さっさと無駄な尋問をしたまえ。懐かしい。うふ。じゃあ無駄な尋問していきます。ライバル関係だった。人気では大トロさんが、勝っていたんですよね。殿様ですね。
そうっす、不思議なことに不死身の遺産はいつも大トロに一歩及ばないっす。だから今回の忍者なんじゃはまさに最後の大勝負だったっす。でも結局伊沢さんはグランプリを逃した。それはそれは悔しかったでしょうね。互いの存在が、邪魔だった。それが動機。でも飼っていたのに殺す必要はないですもんね。大トロ信号の方が逆だったらわかるんですけど。ちょっと待ってください、大トロさんの人気は伊沢さんに勝っていたはずです。まあそうっすけどね。つまり被告人にとって被害者はライバルではなかった。殺害の動機にはなりません。ふむ、それはその通りです。いかがですか証人。あ、いやそれはその、でもそう考えないと被告に動機がなくなっちゃうっすから。意義あり刑事、貴様がクビになる理由もわかる気がする。三剣検事までそんな。退職金の査定、楽しみにしておくことだ。ななマスト。まあまあ証人、とりあえず証言は。まさか退職金まで。刑事、金が欲しければ続けたまえ。とりあえず動機はそんなところっす。今問題発言がなかった。この証言が退職金につながる。やばい。忍者なんじゃのボタンが証拠だった。そのボタンですが被害者のものだという証拠は。え、意味がわかんねっす。いやいやいや、このボタンが忍者なんじゃの衣装からむしり取られた、それを立証する証拠はあるかと聞いてるんです。え、でも見た感じそっくりっすよ。まあね、それに被害者の血がついてるし、血ぐらい誰かがこすりつけたのかもしれません。剣検事、助けてほしいっす。よし、やっぱりそんな証拠なんか。糸。え？ボタンは当然糸で衣装に縫い付けられている。それがむしり取られたわけだ。衣装側の糸とボタン側の糸の先端、ほつれている部分を照合したところ両者は完全に一致した。そうっす、ぴったり一致したっす。さすが三剣検事ね、隙がないわ。じゃあ結局そのボタンってことか。なんでちぎれたんだろう。もしくはそっか、シンゴに罪を着せたくてわざとちぎってポイってしてってことか。ロクちゃんいらっしゃい。ちぎれたボタンが大トロの袴から発見された。待った。そのボタンいつ見つかったんですか。死体が発見されて我々はすぐ関係者を集めたっす。そして、全員の身体検査、ボタンはその時発見したっす。ふむ、ほぼ事件の直後ですね。小細工する暇などなかったはずだな。しまった。凶器のナイフには指紋がはっきりと残っていた。指紋はどういう風についていましたか。え、意味がわかんないっす。指紋を調べれば被告がナイフをどう持っていたかわかります。普通に持っていたか、それとも逆手に持っていたか。あ、なるほど、その発想はなかったっすね。感心されてしまった。やれやれ、証言を聞いていなかったのか。ナイフには被告人の指紋がベタベタついていた。犯行の瞬間どう思っていたか推測ができないほどにな。ふむ、そのナイフ被告のものだったということですか。ナイフを買って準備していた。でも坂東って書いてあったんだよね。これ突きつけましょうかね。先に揺さぶります。ナイフを買っていたからといって計画殺人とは限りません。残念ながらこのナイフは折りたためるタイプではないっす。こんなもの用もなく持ち歩くやついないっす。
参ったな。計画殺人と立証されたらおしまいだぞ。なるほどか。はい。今の証言、あからさまに気になるところがあるわ。よく考えてみましょう。はい。はい、お姉ちゃん。血のついた被害者のボタンにナイフの指紋。気の早い裁判官なら、もう木槌を叩いているところね。参ったな。叩かれる前に指摘してやりましょう。たとえ小さな矛盾でもね。なるほどくんの姉ちゃんではありません。そうね。ここですね。突きつけていきます。いやい。ちょっと待ってください。なんすか。計画殺人、その根拠は、あらかじめナイフを買っていたからですか？その通りさ。このナイフは被害者が買ったものではないんですよ。どういうことっす？ナイフの絵をよく見ればすぐわかることです。え？坂東と刻印されているようですね。坂東、どこかで聞いたような。ホテルの名前ですよ。ホテル坂東。あほんまにもう。凶器のナイフはホテルのものだった。犯行は計画的なものではなかったのです。確かにそうなります。これは大きな。なんですか三剣刑事。失礼、弁護人があまりに必死だったもので。なんだと。犯行が計画的だったかどうか分かりきったことだ。どういうことだ。確かにこのナイフはあのホテルのものだ。そんなことに気づかないバカは警察にはいない。気づかなかったっす。問題はそのナイフが一体どこにあったものなのか。それはもちろん被害者の功さんの部屋なのでは。残念ながらそうではない。被害者は殺害される前に食事をとっている。しかしテーブルの上に注目していただきたい。残ってますね。ナイフとフォークが揃っています。では一体このナイフはどこから。自分の部屋からってことを言いたいのかな。ここで今度は被告人大トロ信号の控室を思い出してほしい。あナイフがない一本。テーブルの上だ。足りないものがある。ナイフが一本。ナイフがナイフ。我々は残された食器の指紋を調べた。足りないのは大トロ信号のナイフだ。そっか。ということで今日はこの辺までですね。お疲れ様でした。来週は？来週ってもう6月？6月だ。ひでじやり方じゃん。来週もできると思うので、来週この続きまたやりましょう。せやな、もう6月なんだね。半年、今年中に終わるんじゃない。もう本当は明日も逆算やろうかなって思ったんだけど、まあいいか。今日サクサク進めたし、またこれ続き来週やりましょう。RPG はね、また抽選会しますよ。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思う。もう1時ですもんね。じゃあ皆さん、ラスアークまでありがとうございました。おやすみなさい。